はい、どうもこんにちは。色文字講師の西本健です。今回は侍と書かせていただきました。古い日本にはですね、こうお侍さんというのがいて、日本刀を振りかざしてバシュンと切り合うような文化があったというふうに、まあ、聞いてますし、大河ドラマなんかでもね見たりとかすると思うんですが、その僕が雰囲気を想像するに、刀を振りかざしてバシューン切ったら血がプシャーンなって、でおそらくこう切り合う瞬間にもドリャーみたいな感じでと思うんですわ。なんかそんな感じの激しい感じを今回は色文字で表現したいと思って書いてみました。どうでしょう、サムライ。はい、ではまた次回、またね。はい、こんにちは、色文字講師の西本です。こちらの色文字動画ですね、随時更新してまいりますので、こちらからチャンネル登録お願いいたします。そして質問などある方はこちらのコメント欄の方からお願いいたします。ではまた動画でお会いいたしましょう。またね。